はい、山田でございます。メンズエステの店長でございます。ちょっと Q チャンネルもね、新年上げときましょうかということで、撮らせていただきますが、今日はセラピストさんが辞める理由、についてお話しさせていただきます。で、後半はやっぱり辞めていくのって、残念なことじゃないですか。なので、まあ、辞めようという判断されないような立ち回りってどういうものがあるかっていうことを、後半だから辞める対策についてお話しさせていただきます。眩しいね。でね、つい先日ね、一人退職者が出てしまいまして、結構研修もがっつりやってね、いよいよこれからそのセラピストさんのセラピスト人生がやっと始まっていくんだっていうスタートラインに立ったところっていう感じだったので、僕もすごく楽しみにしていたし、もう本人にとってもワクワクすることなんだろうなと思っていたんですよ。それが急にね、辞めますってなったので、それは仕方ないことというか、彼女の人生だからね、全然快く送り出したんですけれども、なんかもっと、できたことなかったかな、店長として、っていうことで反省なんかもしつつ、その反省も踏まえた上で今回のこの動画を撮ろうと思いました。でね、僕は長く勤めていただきたいと思っているんです。ただメンズエステのお店さん、店長さんの中では、オーナーさんの中には、いや、辞めていくのでいいんだよって、どん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 セラピストさんを回すことで、入っては出て入っては出てすることで、僕らは稼げるんじゃないかっていう考えもお持ちの方もいらっしゃると思うのでね、僕はそういう考えは全くしてないんですけれども、なのでやっぱせっかく一緒に仕事してるのであれば、ずっと長く、行けるとこまで一緒に仕事したいって思ってる店長さんなんかは参考になるかもしれないので、聞いていただければと思います。で、まず辞める理由は、まず稼げないっていうのですかね、思ったほどに稼げないとか、暇で稼げないとか、そういうのが、辞める理由になったりしますよね。で、次がですね、意外と精神的に疲れちゃうっていうところが来るかもしれないですね。セラピストさんの仕事って、実は結構大変でね、考え方によってはなんか想像してみてほしいんですけれども、本来ね、スキンシップを取る相手っていうのは彼氏だったり旦那さんだったりするわけじゃないですか。で、見ず知らずの、男性、異性の方とスキンシップを取る機会っていうのはほとんどなかったりするでしょう。そんな中でね、もちろんマッサージだから、そしてメンズエステっていうのはスキンシップセラピーも大事なので、そういった施術があったりするじゃないですか。鼠径部も一緒で、本来好きな人とかの鼠径部しか、触る機会ってない中でね、鼠径部のマッサージも大事だっていうことで、来るお客様、来るお客様の鼠径部を一生懸命施術する。もちろんそういうお仕事なので、仕方ないというか、そういうものなんですけれども、普通に考えたら見方によっては、しんどくなっちゃう方っているのも想像つくじゃん。そういう面でね、ちょっとストレスを感じて、やっぱり私には無理かなと思ってお辞めになる方もいらっしゃいます。で、頑張る方とか真面目な方なんかもそういうケース多くてね、お仕事だから頑張んなきゃ、たくさんくっついてスキンシップ取らなきゃ、鼠径部頑張ってあげなきゃって、ガンガンやればやるほど、ちょっとしんどくなってきちゃうみたいな、それが辞める理由の2番目っていう感じかな。あとは、3番目でお店が嫌だとか店長が嫌だとか、働きにくいとか客層が悪いとか、そういうところになっていくと思うんですけれども、あと何かありますね、皆さん辞める理由コメント欄にセラピストさん聞いてたら書いてほしいんですけどね。細かいことはいろいろありますよ。結婚だとか出産だとか転勤だとかね、引っ越すとかね、あとは東京で戦うとかっていうのもうちは結構ありましたけれどもね、宇都宮で頑張って、力ついてきたから今度東京に出て頑張るんだっていうようなセラピストさんもいましたけど、そういう理由も、ありますけれどもね。で、最初に挙げた3つが大きな理由、ちょっとまとめますと、稼げない、そして精神的に疲れちゃう、そして店が嫌だ、店長が嫌だ、働きにくい、客層がやばい、その3つじゃないですか、大きく分けるとね。で、僕ら後半の話に入ってきますけれども、僕らができる対策っていうのを、お話します。で、まず結論から申し上げますと、コミュニケーションなんですよね。店長さんとのコミュニケーション、オーナーさんとの、スタッフさんとのでもいいんですけれども、コミュニケーションが取れてるか取れてないかで結構辞める確率っていうのは下がってくる。で、これが結論です。だから
くらでもコミュニケーションを取ってセラピストさんが、どんなことで悩んでるのかな、どう思ってるのかな、何を考えてるのかなっていうのを大変恐縮ですけれども聞かせていただけるようになりたいと思ってますし、聞かせていただける店長でありたいと思ってるというか、なので、僕はしつこくコミュニケーションを取るように、心がけて、おります。で、具体的にお話ししますので興味ない方はここでもう停止ボタンで大丈夫です。でね、例えば稼げないっていうケースあるじゃないですか。最近どうって言ったら稼げないですねっていう話とかも出ることあるじゃないですか。またちょっと別の見方をすると、ツイッターでぼちぼち稼いでたとしてもね、うちでぼちぼち稼いでたとしてもツイッターを見て、お給料が 70% もらえるとこがあるみたいなんですけどみたいに、そういうのもやっぱり、しっかりコミュニケーションを取ることでセラピストさんが、教えてくれるんですよね。で、例えば僕だったら、ああそういうお店もあるみたいだね、本当か嘘か分かんないよって、でももし同じ料金でね 70% 出るのであれば、もし稼ぎというのがあなたにとって一番大事なポイントだとしたら、そっちのお店もいいかもしれないねっていう話ができるわけじゃないですか、ね、ちょっと面接でも行って本当に 70% 出るか聞いてみたらいいんじゃないって。別に潜入とかその操作っていうか他店さんを知りたいからじゃなくて、そのセラピストさんにとってもし稼ぎっていうのが一番大事で、もしかしたら、今の働きでもっと割合よく稼げるのであれば、そのセラピストさんにとってはそっちの方がいいわけじゃないですか、だからちょっと行ってみたらとかね、そういう話もできるじゃないですか。ちょっと入ってみて客層とか調べてみたらとかね。で、そこで、まあ、うちは特に客層とか働きやすさにこだわってるので、おそらくだけど客層とか働きやすさに関してはうちの方がいいと思うよって、ただ、あなたがね限られた時間の中で効率よく稼ぎたいというのが一番なのであれば、ちょっと働いてみるのもありかもねぐらい言ったりしますよ。ちょっと行ってみたらって、で、客層もちょっと悪いかもしれないけどそういうもんだと思って働けるのであれば、あなたにとってプラスになるかもしれないよねっていうような話とかね、そしたら行きますという方もいます。でもそれはそれで彼女にとっていいことだからいいわけじゃん。でもよく話すとさ、あでも客層がちょっと怖そうですねとかね、変なお客様受けたくないですとかで、あやっぱりうちで頑張りますみたいになることもあるし、また、精神的にちょっと話次の話題に行きますけど、精神的に疲れちゃうっていうパターンなんかはもうコミュニケーションで回避できるんですよ。だからもう精神的に疲れちゃってるケース、要は元気ないなと思うじゃないですか。店長で毎日電話して、毎日電話って言ったらもう仕事の電話ですよ、意味もない電話なんかしませんからね。そうね、どうした、どうしたの、元気ないですかって、大丈夫ですとか、悩んでることあるとかね、各店長やってると思うけど、それは面と向かって会って話したらいいし、どうしても会えないなら電話だけどね。で、いや大丈夫ですって皆さんおっしゃるんですよ。大丈夫ですっておっしゃるので、僕は本当とか、なんか小さいことでもいいよとかね、何か気に、じゃあ別に問題はないんだね、 OKOK、 じゃあなんかお店にとって気になることとかないとかね、さらにもう一歩聞くと実はって始まるんですよね。実は私の施術ってとか、丸々っていうお客様がとかね、実はって始まるのがすごくポイントで、そこまで聞き出せるかどうかなんですよね。でも僕がそのセラピストさんから見て信頼されてなかったら、信頼されてないケースもあるんですよ。未だに全然こいつダメ店長だなと思われてるケースもあるから、自分ができてると思して言ってるんじゃなくてね、ただ信頼されてる店長だったとしたら実はって、いう話が出てくると、それがそのセラピストさんが辞めたいなって思っているポイントだったりするんですよ。どこまでやったらいいかわからない、ここまでやったらお店に迷惑がかかるんじゃないかとかね、もちろん抜きはうちはやらないからそういうセラピストはいませんけれども、こんな触り方していいんでしょうかとかね、こんな触り方でリピート取ろうとしていいんでしょうかとか、例えばまたは誰々っていうお客様すごくいい人なんだけど好きになられちゃって、お客様として大事にしたいしたくさん癒してあげたいけど、その恋心には応えてあげられなくて苦しくなっちゃってるんですとかね、そういういろんな話が聞けるわけで、その時に
で、まあ、アドバイスをしてあげるっていうよりは、聞いてあげるというかね、聞いてあげたら偉そうかな。あ、そういうふうに思ってたんだねって、そこで、苦しんでたんだねって、聞かせていただける。そこで、なんていうのかな、分かってくれたって思っていただければ、セラピストさんは、でももうちょっと頑張ろうとか。また相手からどうしたらいいんですかねって聞いてきたら、過去のセラピストさんこういう例でこういう風に乗り切ったよとかね、例えば上手に NG にしようかとか、お客様の話だったら上手にちょっとおぼたりするからさとかさ言えるじゃないですか、うん、そしてセラピストさんの寿命がどんどん伸びていくっていう、セラピストさんが辞めたいのに伸ばすんじゃなくて、辞めたいという気持ちがなくなっていくっていう感じで、もっと言うと相談受けるじゃん、あ、だったらあなたの働くべき仕事じゃないかもしれないねっていうことも何度も言ったことあります、うん、無理して働くことないよって、他にも仕事いくらでもあるんだし、メンズエステのセラピストさんっていうのはまあ、ちょっと見方によってはすごく大変な仕事だから、あなたがそこまで思うんだったら他の仕事を選んだ方がいいかもしれないよねっていう言い方もすることもあります、うん、だから僕なんかはだから寿命を伸ばそうと、まあ、寿命を伸ばそうって言い方が悪いけれども、長く一緒に働きたいというのは根底にあるけれども、そのセラピストさんにとって何がベストかなっていう話ができるわけですよね。例えばだからまた戻るけれども、お金稼げないっていうことであれば、じゃあ稼ぎ方を一緒に考えようよっていうパターンで収入が伸びるケースなんてたくさんあるわけですからね。大幅に伸びるっていうのはないかもしれないけど、3ヶ月とか半年ぐらいのスパンでそのセラピストさんが少しずつリピートが取れるようになっていったら、そのセラピストさんの収入は安定するわけじゃないですか。またお店の問題かもしれないので、お店の問題としてしっかり受け止めて、宣伝方法を変えるとか、またはコース内容を変えるとか、そういうことで、集客が増え、セラピストさんが稼げるようになるってケースもあるじゃないですか。なのでね、セラピストさんのお話を聞かせていただくことができれば、辞めるっていう選択肢、辞めたいっていう気持ちを減らすことができる。で、3番目なんだっけ？店の問題点ですね。店長が嫌だとか、客層が悪いとか、そういう部分に関しては、直接言ってくださる方もたまにいるけれども、ね、僕の問題点なんかも教えてくれる方もいるけれども、なかなか店長直接は言いにくいよね、彼ら彼女たちも、うん、だけどお店の問題点とか、だから部屋が汚いとか、誰々さんが入ったっていつも部屋が汚くて、私がもう毎回その尻拭いしなきゃいけないんですとかね、店長あるあるじゃないですか、よくあるじゃないですか、そういうこととかもやっぱり聞かせていただくことでね、とりあえず 上長というかリーダーに伝えたら安心してくださるセラピストさんもいるし、ね、またじゃあ改善するよ、ね、改善できるところは努力するよっていうことで、じゃあ努力してくれるんだ、じゃあもうちょっと働いてみようかなとかね、思っていただけたりすることもあるし、うん、やっぱりねコミュニケーションなんですよ。しっかりお話を聞かせていただき、まあ俺もセラピストさんと話すのめちゃくちゃ緊張するから、昨日もちょっと交通費渡すついでにお話してたんですけど、やっぱ緊張するよねでもその緊張感がいいんだろうけどね、まあ、やっぱり女性はどうしても緊張しますけれども、それでも店長の仕事だからそれは、うん、なのでなんかお話聞かせていただけないかなと思って、なんか気になることありますかと聞きましたけども、だ最低月1回交通費を渡すときにそういう時間を設けてますし、また備品届けるとか何か乗りには顔出すようにはして話を聞かせてもらえる店長であろうとしてますね。だからそれっていうのが効率的な運用とは離れていくことではあるんだけれども、僕はその求心力が ないから、とにかく会って話を聞かせていただいて、なんとか、まあ、山田に話すことで、なんとかもうちょっと働いてもやろうかと、いやそんな気持ちじゃないと思うんですけど、もうちょっと働こうかなって思ってもらえるように意識はしてますという話でございますね、うん、これだけやっぱりメンズエステでもできて、求人が来るなら来るでいいけどさ、そういうノウハウがあるお店だったらいいけど、やっぱり、せっかく縁をした、一緒に働くことができたセラピストさんを大事にして、そのセラピストさんと一緒に行けるところまで、一緒に働きたいじゃないですか。コミュニケーションを徹底的に取る、話してもらえる店長になる、
ね、問題点をもういろいろ教えてくれますから、お店の問題点で、そこは違うよっていうところは、それはただのわがままだよとかね、そこは違うんだよっていうところがあれば教えてあげればいいだけで、ただセラピストさん10人十色で、皆さんそれぞれいろんな思いで一生懸命仕事してる中でね、いろんなその相談事っていうのはないようであるんですよ。皆さんそこをしっかり聞かせていただくことができれば、セラピストさんの、まあ、寿命は伸びるというか、お店の問題点にも気づけるしね、セラピストさんがいきなり減っていくっていうのはちょっと減らせるかもしれないですな。とはいえ一気に減ったりするしね、また結婚だ出産だが重なって、卒業だが重なって、メインセラピストが4人抜けちゃったりとかしたこともあったし、コミュニケーション取れていてもなんか人が少なくなっちゃったなみたいなこともありますけどね、それはそういうもんだと思って、ぐっとこらえてね、求人活動を頑張ってみていただければと思います。コミュニケーション大事だからね、いいじゃん、愛が生まれてさ、いや男と女の愛じゃないけど、もちろんだけど、その人を大事にしたいとかこっちが思ってれば、セラピストさんも、まあ山田店長のお店というかね、私が働いてるお店もっと大事にしたいなって思ってくれたりする場合もあるし、また長いね、またどれだけ愛情をかけても、それに応えてくれないっていう言い方は違うんだけど、答えないセラピストさんもいます。ただそれはそれでいいんですよ、彼女の人生だし、僕は僕の人生で、それぞれの人生だから、僕は一人一人を大事にしたいという人生を例えばね送ってたとして、セラピストさん一人一人は、セラピストさんが、自分の人生を豊かにするためにいろいろ考えていらっしゃることだから、例えば冒頭に申し上げました通りね、もっと稼げそうな、稼げるか分かんないんだけど、もっと稼げそうなお店、割合 70% 出してくれるお店に行きますっていうのも、それはそれで彼女の尊い選択だから、そっかって、じゃあ頑張んなさいよっていうことで送り出したらいいんですよ。だから裏切られたわけでもないし、彼女が悪いわけでもないし、こっちが献身的にいろいろやってたとしてもね、それぞれがそれぞれの人生を送ってるわけだから、 OKOK、 またよかったらいいセラピストさんだったね、戻ってきてよって言って送り出せばいいんですよ。ということで、また20分も喋っちゃった、お疲れ様でした。